こちらです、クローゼ。なんとか周遊道を抜けましたね。どうしましょうか、これから。このままキルシャ通りに出てグランセルにお迎えください。部下たちの陽動によって警備は手薄になっているはずです。そのお姿なら気づかれずに遊撃士協会まで行けるでしょう。わかりました。あ、それではユリアさんは。ここで敵を食い止めます。少しの間ですが時間稼ぎにはなるでしょう。そんなのダメです。私一人が逃げるなんて。私もユリアさんと共に戦います。人はそれぞれ守るべきものがあります。私がここに留まるのは己の信念と責務のためですが、あなたの場合は失礼ながらただの干渉に過ぎぬかと存じます。恩義が恩義だけのものでないこと、どうかお忘れなきよう。わかりました、ユリアさん。でも約束してください。絶対に無茶なことはしないと。それと無事再会できたら、おばあ様が入れてくれた紅茶を一緒にご馳走になりましょう。私、新作のお菓子を焼きますから。それは楽しみです。さあ、お急ぎください。ジーク、しっかりお守りするのだぞ。さてと、そろそろ追いついてきたか。3人、それに犬どもが5匹か。ふん、甘く見られたものだ。あの方より教わりし剣、存分に振るう時が来たようだ。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ・マイル。私はもう大丈夫だから、ユリアさんのところに行ってあげて。このままだとユリアさんが。ありがとう、お願いね。ユリアさんの言った通り、こちらの警備は手薄みたい。急いで遊撃士協会に行かないと。言えばエステルさんたちもそろそろオートに来る頃かしら。まさか。情報部の特務艇、まさか昼間のうちから王都の前に現れるなんて。やあ、珍しいところで会うものだな。ジェニス王立学園社会科在籍、クローゼリンツ君、少々話を聞かせてもらえるかね。
麗しの王都に暗雲立ち込め、暗き情熱の序曲が鳴り響く。面白くなってきたじゃないか。相変わらずのお調子者だな。おお、僕は夢でも見ているのか。ミューラー、親愛なる友よ。多忙な君がわざわざテートから訪ねてきてくれるとは、一体どういう風の吹き回しだい。何を抜け抜けと。貴様が連絡の一つもよこさずにほっつき歩いているからだろうが、余計な手間を取らせるんじゃない。照れることはない。口ではそう言いながらも僕のことが心配でしょうがなくて飛んできてしまったのだろう。恋は盲目とはよく言ったものだ。さあ、遠慮することはない。僕の胸に飛び込んできたまえ。頼まれた情報をわざわざ持ってきたんだが、どうやら知りたくないようだな。ああ、釣れないことを言わないでくれたまえ。わかった。つまり誠意を見せろと。それが常識だと思うが。そういうことならお任せあれ。うん、お願いします。ご主人様、どうか教えてくださいませ。あれ、外したかな。それじゃあお次はこれだ。兄貴、一生のお願いじゃ。どうか教えてくれ。もういい、頭が悪くなりそうだ。話してやるから黙ってろ。わーい。例の彼だが、ようやく足取りが見つかった。どうやら一月前まで帝国の遊撃士協会にいたらしい。へえ。ここ数ヶ月の間、帝国各地の教会支部が立て続けに襲撃された。その事件を調査していたらしい。襲撃ね。まさかとは思うけど、どこかの部隊の仕業だったりする。さすがに10年前とは事情が違うさ。俺の知る限り、どの部隊にも出動命令は下されていない。何者かに雇われたイエーガーの仕業だった可能性が高そうだ。いずれにせよ、事件解決と同時に彼の足取りは途切れてしまった。はぁ、まいったな。せっかくリベールに来たのに完全に入れ違いだったわけか。ま、そういうことだ。目当ての人物がいない以上、この地に留まる必要はあるまい。どうやら予想以上に激しい嵐が近づいているようだ。巻き込まれる前にテートに帰るぞ。ご冗談を。せっかく始まる極上のオペラに参加しないという手はあるまい。何？おい、まさかお前。役者も揃いつつあるようだ。あいにく主役は不在だが、代役には心当たりがあってね。あの二人なら必ずや自力で舞台に上がってきてくれるだろう。